サトチンは、新潟県を拠点に活躍するラジオパーソナリティ、ローカルタレントである、新潟県三つ毛市出身。年齢は非公表で、永遠の28歳と自称している。キャッチコピーは、ほうれ令線は恋の落とし穴。現在は LGBTQ であることを公表している。サラリーマン家庭の長男として生まれ、ゴーヒロに憧れて幼い頃から、アイドル歌手を夢見ていた。 高校卒業後に反対する両親を一年かけて説得して上京する。平尾正明ミュージックスクール東京アナウンスアカデミーに通いアルバイトをしながらオーディションを受けていた。バラエティタレントへの誘いもあったがアイドル歌手を目指し続ける。FM 横浜やテレビ、東京などの CM ナレーションを担当した後、オールディーズバンドを結成し、ボーカルを務める。 父親が亡くなったことを機に地元に戻り、1998年に放送が開始された演三条 FM 放送の立ち上げメンバーとして参加2000年同局で演歌ごめんなすってのラジオパーソナリティを本名で始める。演三条 FM 放送では現在でも年配リスナー向けに毎週平日9時から11時まで放送している音楽番組 ツバメ三条系里賃電波の DJ を務めている。2007年、長岡移動電話システムにて、里賃の縁側日記を放送開始。番組内で共演者が内面から滲み出る女性らしさを話題にし始め、番組内でおねえ言葉を使うようになり、共演者との掛け合いとの中で徐々にキャラをその方向に変更していく。現在は、新潟県のケーブルテレビ局、 NCT と FM 長岡で同時放送されている番組、サトチンピロンの縁側日記ウォッチングに出演、BSN ラジオ、工藤淳之介三時のカルテットにて、水曜日のラジオパートナーを担当するなど、新潟県内のテレビ番組や、ラジオ番組を中心に活躍するほか、番組の DJ 仲間で CD を出したり、地元の大衆演劇に出演するなどの挑戦も続けている。 2016年、三条市議会議員が市議会においてラジオはとの番組に市の予算を出していることを問題視する発言の中でお釜を支援する必要はないとの問題発言をした。市議は後に不適切として発言を撤回したが、この件に関して取材を受けている。朝日新聞の取材に対しては男性だから女性だからという区別はもうこの時代。 古いのではないかですかと考えており、三条主義とは、お互い歩み寄って、話し合いをすれば、里ちんって外見は、ああいう格好をしているけど、実は、良いやつと感じてもらえることもあるかもと答えている。当時、新潟市長であった、篠田明は、定例会見において、LGBT については今、こういうことをやってはいけない、こういう風にしていくべきだという国際標準の、 方向性がかなり見えてきている。国際都市を標榜する新潟として、国際的な基準に合わせていく必要がある。おいでいただけるということならば、お話を聞いて、偏見、差別の状況などを確認していきたいと述べている。また、当時参上市長であった、国さだ早とは、里チーさんが賑わいを作り出し、見せてくれたと評価している。ありがとうございます。